もうまあ、うまくいかないかもしれないからね。狙われた時の位置のバランスが悪くなる。向こう側に人がいないと。だから向こう側に人がいるかな、問題点は。こういう人いるでしょ、発電機だけ回してる。まあいいや。この辺のメンバーもそう。なんで助けに来ねえんだって。あ、治療来るかもしんないし。おい、ダメだよな、焦がれればダメだから。敵が信用がしたんだ、多分。アントレスは確実だけど、フェイスではないの。鐘の音全然聞こえねえけど。トラッパーでもないの。ヒルビリーでもないの。誰？ナースでもねえぞ。二人一組で動いてんじゃねえかな。すごい広範囲にカバーしてるでしょ、治療救助。これで他の人が回せる体制でサポートしてるから。なんでかっていうとね、手薄なエリアのある可能性があるから言ってる。多分2人1組の可能性があるのと、発電機意識はみんな高いんだわ。救助意識がね、薄い気がすんだわ。あ、やってる人たちも何人かちらほらいるけど。お、OK。キラ来てる。そこの丘やるわ。畳みかけるように。大丈夫。カバリングが早いから。待ってほしい。しょうがない。こういう危険な状態はある。サポートするとき、こういう危険な状態がある。他の人が俺の代わりにやってくれないと、全部無理だぞ、後半。さすがに全部無理。圧力も視野に入れながら。
こっちのカバーは俺がやんないと。俺らは何をしていたの、ここの位置で。いや、何をしていたの。合わせるやつがいない、一人。電気残り1台に買ってしかない。俺がこれ見てるだけでも、レイスの位置を知らせるだけでも、発電機はただ分かんないんだよな。俺を伝えるだけでも、俺のサポートするってこういうことか。俺だ、サポート。俺がサポート、俺のスカウトサポート、スカウトサポート。俺の作戦決まるんじゃね。元通りの展開。通りの展開。これや、これや、ヒーローちゃん、デルバルス、スーパース。残念だな。七色だろ。臨機応変。発電機の位置は向こうだけど、今やるべきことが分かったわ。スカウトで位置を知らせる。発電機回してるメンバーに。特にレイスがめんどくさいから。うん、完璧な狙ってた。最後、うん。さっきはチェイスでおとりやって、能力を使った方がいいことを判断した。どこの発電機回してるかが分かったけど、行くよりは教えた方がいいかなと思って、位置を。うん。位置が分かるだけでも全然違うから、レイスなんか特に。はよ、抜けたら。曲ってどうすんの？別に、二人一組が話題になっただけで。うん。紙一重だったっつうの。どれだけ俺が、どれだけ俺急上面支えたと思ってんの、前半。前半から中盤にかけて。で、後半って一つの発電機回すために柵を取ったから。位置を知らせる。特にレイスがいるから。誰の位置を知らせる方向に入って、発電機回させる方に入ったから。これも一つの作戦だから。1対4では不可能だけどね。2対8だからなせるし、俺ちょうどスカウト持っていくから。